ウルップ島北東部にある三島湾。円形の岬の日本が建てた灯台の周りには、ウルップ島の大群落がある。ウルップ島は、千島列島にある島。ロシア名は、ウループ島。英語表記はユーラップ。島の名前の由来は、アイヌ語で、ベニマスを意味する、ウルから、シリマシホの著書にも、このことが記してある。長さ約1 1 5トル幅は約2 0トルで、 エトロフ水道を隔て、およそ4 0トルでエトロフ島と相対し、北東方向1 1 0キロメートルにはシムシル島がある。全体的に北東から南西に向けて細長い、沿道豆のような形を持つ、クナシリ島より、わずかに小さく、千島列島では4番目に大きな面積を有する。山岳地帯には活火山が含まれ、主な火山は以下の通り。 1780年の10年前後から1973年までにたびたび噴火が確認されている。以上の火山の周辺にも複数の山がある。火山があるため、現在も噴煙や温泉が噴出しており、洋の匂いが漂う。オホーツク海側には温泉が滝となって流れている箇所がある。島は海中保護区に指定されていることから、ラッコの島とも呼ばれている。 国端のカラスのお岬は最大のラッコの生息地であり、300から400頭が確認されている。エトロフ島との間には植物学でいう分布境界線がある。ここは温帯と亜寒帯との境であり、ウルップ島より北の島には紅葉樹林が見られなくなる。島には戦時中に急に本軍が作った統治下が残っている。また、旧ソ連の実効支配が始まってからは、 国境警備隊が駐留していた。北東部に防空レーダー基地、速攻所、灯台などが集中し、150人ほどが居住していたが、現在は撤退により放置され、廃墟や残骸として残っている。ウルップ島の井戸はそれほど高くないにもかかわらず、寒流の親潮と強力なアリューシャン低気圧の影響により、亜寒帯気候となっている。この気候は、 極地の気候に近く、穏やかで霧の多い夏と寒く、雪が多い冬がある。実際の気候は、シベリア本土や満州の強い大陸性気候よりも、はるかにアリューシャン列島のアコク海洋性気候と似ているが、2月の平均気温摂氏5.8度は、海洋性気候の加減をはるかに下回っている。ウルップ島は、他の千島列島の島々と、同じく、季節遅延は、非常に大きく、 最も気温が高いのは8月と9月、最も低いのは2月となっている。実際、下市よりも周分の方が暖かい。俗常門時代と、エトロフ島など多島のアイヌ民族が、漁業のために一時的に居住していた。詳細は、千島列島領土問題を参照かつて、ウルップ島は NHK ラジオ第2放送の気象通報で、ウルップ島としてお馴染みの島だった。 しかし1997年7月19日を最後に観測結果の入電が途絶え、2001年12月3日に正式に観測地点から除外される。その理由は公表されていないが、島の気象速攻所が廃止されたという説が支配的である。ありがとうございます。